こんにちは、吉村博史です。本日はですね、ブルゾンと少年の心、ボリューム7ですね。はい、本日はですね、ミュウミュウのですね、ジャケットなのかブルゾンなのかというものをですね、ご紹介させていただきます。はい、寄ってみました。はい、ミュウミュウの、ブルゾンになります。私はですね、サファリテイストですかね、こういった形でこうポケットがついていて、ちょっとエポレットとかはないんですけど、そういった形のものですね。はい、で素材はですね、コットンですね。はい、で色は、パープル、紫、ダークパープルって感じですかね。な感じ でかなり、薄手の素材なので、梅雨時期とか春夏用のアイテムになってます。はい、はい、後ろになりますね。寄ってきます。はい、こう見ると意外と、こういった形で脇の方は絞りがあるんですけど、着てみるとやっぱすごく楽で、ちょっと弁当がなかったりとかはするんですけど、かなりゆとりのある形で、軽く羽織ったりとかで、使えるような、そんな便利な一枚ですね。はい、はい、ということでですね、本日は、ミーミーのですね、コットンブルゾンの方ですね、ご紹介させていただきました。ミーミーのメンズラインっていうのがもう、10年以上前になくなっちゃったんですかね。もう今はそんな感じになっちゃってるんですけど、当時はこんな形で、すごく着やすい形のものを提案されていたかなと思ってます。はい、よろしければ探してみてください。便利です。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。